頭だ。なあ、ワンオブサウザンドだ。そこだな、龍さんばかり。
跳ねはー、いけるぞ、螺旋なんとこっちだ、テイッテイッ、ジャン、イエッスハー、これで決まり。これで終わりだ。素晴らしい。180ポンド。悪く思うなよ。三刀流奥義。一大作戦大戦世界素晴らしい、嫌いなのテリア知ってテリア三刀流奥義三千世界ちょっと荒っぽく死神クイズ
今だ。三刀流奥義。た、見せて。万事。そんなも180ポンド。そこか。うれ、これで終わりだ。くらいな。こいつを食らいな。オラ！
時間を止められるのはあいつだけじゃないんだぞ。逃げ場はない。デューサバクユー。残念だが終了。決めてもらうぞ。
引き裂け、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 
はじめまして。僕は矢神ライト。今日から君たちと共にこのベースキャンプで活動することになった。と言っても君たちとは違って強靭な肉体も凄まじいパワーも備えてはいない。僕はただの人間さ。僕はそろそろ行くよ。それじゃあまた。いいさ、今はまだ。
そこだ。しゃりゃ。
ネハーやって根性を狙わせやんぜベノムズの出現だ。アジアエリアのガーラから救援要請があった。みんな集まってくれ。どうした？いや、なんでもねえ。今回の任務はナルトたちと君に行ってもらう。よっしゃ。今入った報告によればガーラがベノムズの指揮官と思われる男を見つけ敵の本陣へと向かったとのことだ。ガーラのやつ一人で乗り込むなんて無茶しやがって。行くってばよ。随分と堂々とした資格だ。ちょうどいい。お前の力を示してみろ。しました。事態は一刻を争う。頼んだぞ。たく、簡単に言ってくれるぜ。ビビってるのか、ナルト。俺を誰だと思ってんだ。未来のほかげをなめんな。ここで足止めを食らってる場合じゃねえ。行くぞ、サスケ。
中だな。よし、先を急ぐってばよ。そう簡単には行かせてくれないようだ。お前たち、ここは俺に任せて先に行け。雑魚どもは俺がやる。けど、心配するな。さあ行け。分かった、頼んだぜサスケ。この程度か。期待外れだね、ナルト。どうやら間に合ったらしいな。さあ反撃開始だってばよ。ナルト待て。え、同じやつがもう一人。一人なら俺も苦戦などしない。影分身。いや、そういうわけじゃなさそうだな。手ごわいぞ、注意しろ。
なんだ、どうなってんだこれ。まさかこれって。ああ、どんな仕組みか定かではないが、キューブが集まり奴の肉体を形作っているようだ。またこんなの反則だってばよ。文句を言っていても仕方ない。行くぞ。キリがねえ。こいつらあと何人いるんだよ。何？悪いね。まだ終わりじゃない。緊張感のあるいい目をしている。いいか。
した。吹っ飛べ。うわ。見えてるってば。うわ。見えてるってば。他の誰かのために 120% の力が出せる、それがお前たちの強さか。こいつも本物じゃないのか。カイン、それが俺の名だ。カイン、まさかこれで終わりだと思っていないよな。めでたい奴らだ。貴様らがすがる正義や仲間などという言葉がいかにくだらないものか気づかせてやる。
ズミックキューブ。了解しました。回収シークエンスを起動します。回収完了。ナルト、また助けられたのか。あんまり心配かけんなよ。一時はどうなるかと思ったが、よくやってくれた。長官、ベノムズを指揮していた男、カイン。奴がこの世界を混乱に陥れた張本人なんでしょうか。正確には分からないが、その可能性は高いだろう。あの男の持っていた黒い本の力も気になる。奴はあの黒い本を使って自らの強い悪意をコズミックキューブに注ぎ込み、それをベジータやガーラに埋め込むことで彼らを操っていたのではないかと考えられる。みんなは引き続き仲間の救出とコズミックキューブの回収を進める一方で、ベノムズの指揮官カインが持つ黒い本についての調査も進めてくれ。それがこの世界を救う鍵となるかもしれない。みんな集まったな。我々の戦力増強が急務だが、先の戦いを踏まえこれについて調べてほしい。これはガンマチームのメンバーによって撮影された映像だ。この男、カインが持つ黒い本、正体は不明だが恐るべき力を秘めているのは間違いない。ガーラがこの本の力によってコズミックキューブに操られたこともそうだが、先の戦いで脅威となったトグロのレプリカたち、その出現にもこの本が関係していると思われる。今回の調査はルフィ、行ってくれるか。おう、任せろ。各自の健闘を祈る。